トルコイスタンブールが面するマルマラ海で海の鼻水と呼ばれる粘液が大量発生している藻類が異常に増えることで起きる自然現象で8日には除去作業を行う人々や調査をするダイバーの姿が見られた粘液はドロドロした茶色い泡となって海面を覆い海洋生物の生存を脅かしているトルコでは2007年に初めて海の鼻水が確認された同年エーゲ海のギリシャに近い一部水域でも同様の現象が発生している